そのマシンは人間について考えていた。人間の知性も野性も感性も開発し尽くされてはいない。五感はもっと研ぎ澄ますことができるだろう。例えば体を大気にさらすことで初めて目覚める才能だってあるはずだ。人間をもっと知りたい、そう思った。そのマシンは人間の体の一部のように見えた。彼は人間の可能性を拡張する翼になろうとしていた。彼の名をモーターサイクルという。